ヘアメイクのさえぎえみです。今日はシミウスジェルを使った簡単マッサージを行います。これをやることでくすみが消え、透明感もアップします。ジェルをつける前にまずは頭のマッサージを行います。頭と顔は一枚の皮でつながっているので、頭をほぐすことで肌の状態も良くなる効果があるんです。まずは頭頂部をほぐしていきます。その次、側頭部をほぐしていきます。で、耳の周りをほぐして、あとは首の付け根をほぐしていきます。ジェルを頬、おでこ、鼻、顎先にのせてから全体になじませます。毎日使って疲れているものは凝り固まりがち。指の腹を使ってじっくりとほぐしてあげましょう。爪の長い人は指の関節を使ってほぐしていってあげましょう。老廃物がたまりがちな小鼻の脇、頬骨に沿って筋肉をほぐしていきます。これはほうれい線予防にもなるんです。手をグーにして小鼻の脇から頬骨に沿って気持ちいい圧で押していきます。関節を使うときは関節にもしっかりジェルをつけてマッサージを行ってください。マッサージの仕上げはもたつくフェイスラインから耳の下、首筋を通って鎖骨のくぼみをプッシュ。ここは老廃物のゴミ箱と言われているところ。毎日続ければスッキリ感が全然変わってきます。手をこのようにして顎から骨に沿って押していきます。耳まで行ったら耳の下をプッシュ、首筋を流して最後鎖骨のくぼみをプッシュします。